なんで目標より多くどうしたの。批判の声もありました。それはなぜですか。発展途上国にしてみればですね、温室効果ガスの排出量も増えるわけですね。これまでにたくさん排出してきたはずの先進国が急に排出量を減らせというのは身勝手ではないかという指摘なんですね。こうした声もあり